ドイト仙台若林店ドイトはかつてドイト株式会社が運営していた日本のホームセンターである。現在は高難商事の店舗の一つとなっている。ドイトの名称は Do It Yourself から。1972年、日本で最初の本格的ホームセンターとして埼玉県で創業。2007年にドンキホーテの参加に入る。 2020年にホームセンター、リフォーム事業を、高南省事へ譲渡した。旧土井戸社は、株式会社スカイグリーンに、称号を変更し、企業としては存続している。東京都で、タクシー業を営む、日の出自動車株式会社が有していた、埼玉県与野市の国道17号新大宮、バイパス沿いの土地を活かし、1972年に、 DIY 形式のショップを開業させたのが始まりである。なお、この世の店が日本で最初の本格的ホームセンターの形態を取った店舗とされる。1980年代以降、埼玉県内を中心にロードサイドで大型店を次々と展開。世の本店に近接して、園芸専門大型店、ドイトバナノキを開業した。1990年代には、 ビバホームが先行して手掛けていた東京都心部への出店もタウンドイト業態で始めた。しかし、1990年代後半に入ると平成不況が長引いたことによる需要低迷に加え、カインズホームがドイトの本拠地である埼玉県へ出店構成をかけた影響などで収益低下が続いた。二千六年十二月、ディスカウントストア大手のドンキホーテが 経営支援に乗り出し、新旧分離で新法人ドイトを設立。同社が実施した10億円以上に上る第三者割当増資を引き受け、人材を派遣した。ドンキホーテは、ドイトを2007年1月に子会社化し、旧ドイトは、同年2月13日に解散を決議。2月20日には、特別生産が開始され、負債総額は約108億円と報じられた。 閉店対象外となった郊外店舗はほとんどがドンキホーテへ業態転換。従来のドイトでは白を基調とした店舗外観であったが外壁や内装を黒基調に改装した上でドンキホーテの郊外店舗として再出発した。なおドンキホーテ参加に入ってから出店した店舗では看板の色が緑地に黄色抜き文字に変更された。ドイト時代は 取り扱いがなかった、食料用品や電化製品なども販売する代わりに、DIY 用品が大幅に縮小されている店舗も少数ながら存在する。旧土井と用の本店など一部店舗では、ある程度の DIY 売り場の品揃えを維持した。ドンキホーテ参加入り後の2010年8月には、初の地方店舗と仙台若林店をオープンさせた。 さらにドンキホーテからドイトに逆転換する店舗もあった。2019年11月、P はドイトのホームセンター、リフォーム部門を翌2020年2月に、高南商事へ約68億円で譲渡すると発表。事業譲渡後の旧ドイト社は、ドンキホーテ店舗の賃貸管理に専念し、2020年2月1日に株式会社スカイグリーンへ称号変更。 本店所在地を目黒区青葉台に移転した。会員制度としてはドイトクラブがあり、現金専用のポイントカードとクレジットカードの2種を発行していた。共に入会金300円、年会費は無料。購入金額100円ごとに1ポイントを、付与500ポイントで500円分のお買い物券を発行していた。ドンキホーテ参加後もドイトクラブカードを継続したが、 2014年3月18日より、ドン・キホーテの発行するマジカのスタートに伴い、会員制度もマジカに移行された。特典については、タドン・キホーテ店舗と同様のチャージ時の1%ポイント付与に、加え、ドイトクラブ独自の特典として支払い時にも1%ポイント付与が行われた。その代わり、タドン・キホーテで行われている円満会計サービスは行われなかった。 なお、ドイト店舗以外で発行したマジカで支払い値ポイント付与サービスを受けるためには、サービスカウンターでマジカを提示の上ドイトクラブ、会員登録を行うことが必要であった。ホームセンター港南ドイト店として、港南の店舗となり、港南各店舗と同様のシステムに移行。ポイント制度は、楽天ポイントを採用、同社のハウスプリペイド電子マネー、港南ペイにも対応。 江南に、承継前の時点で、以下の業態があった。以下の店舗のうち、ドンキホーテイルマ店を除く店舗が、江南へ、町と、転換された。転換した店舗には、江南土イと朝霞店のように、土イとの名が残されている。以下の情報は、江南商事に、承継前の時点。現在の店舗詳細、営業時間については、江南公式サイト、店舗情報を参照。 埼玉県東京都福島県、ありがとうございます。